皆さんこんにちは。私がおばさんになってもで活躍した女優森高千里さん。今回は森高千里が2万円を受けてファンと性握手の実態と激変した現在の姿について紹介します。まずは森高千里の履歴とプロフィールから紹介します。森高千里さんは1969年4月11日生まれ、大阪府茨木市出身です。30歳の時に俳優の江口洋介さんと結婚し、2人の子供たちを育てるために活動を一時休止しました。現在長女と長男は成人しており、夫婦として新たなステージに立っていると語っています。子育てから解放された今、夫婦での時間を大切に過ごしており、映画やドライブなどを楽しんでいるそうです。1987年に歌手としてメジャーデビューを果たした。その後さまざまな楽器に触れながら表現手法を拡張し続け、現在ではライブ活動を中心に雑誌連載や音楽番組の MC など多様な分野で才能を発揮して活動している。所属事務所はアップフロントクリエイト、ジップはロカビリーバンドオレンジヒルで活動していた森高重和、夫は俳優の江口洋介。2014年7月4日には音楽番組僕らの音楽の僕らの GIRLPOP を手マニした回で加藤泉、渡瀬まきらにより森高千里こそ GIRLPOP アーティストの先駆けであるという証言がなされている。森高千里さんは1990年代のジョップシーンを牽引したアーティストの一人です。2012年に本格的に活動を再開してから早くも10年以上が経過しました。2020年4月27日には宮城県で開催されたフェスアバロックフェスタ24に出演し、その様子を自身のインスタグラムでファンと共有しました。森高千里さんはミニスカート姿や黒のニーハイブーツを履いてステージに立ち、久しぶりのフェスでのパフォーマンスにドキドキしながらも死んでいる様子が伝わってきます。森高千里さんはアイドルとしてデビューしましたが、自ら作詞作曲した曲やリメイク曲などで人気を集め、歌としての地位を確立しました。特に1988年にリリースされた私がおばさんになってもは大ヒットとなり、森高千里さんの人気を不動のものとしました。またコスプレをすることでも知られ、ファンからの支持を集めています。久しぶりのフェスでのパフォーマンス、ドキドキしながらステージに立ちましたが、ステー地に立った瞬間楽しいってなりました。また参加したい、テンション高めのコメントとともに黒のニーハイブーツにミニスカート姿やパフォーマンス中の写真を公開した。これに SNS には、若い、可愛い、55歳とは思えない、全然おばさんじゃないなどと、森高の32年前のヒット曲詞がおばさんになっても思い出させるコメントも。1986年夏の高校生の時に大塚製薬の第1回ポカリスエットイメージガールコンテストでグランプリを受賞。それを機に上京しました。糸井重里との CM 共演が話題となり、翌年には映画あいつに恋してで主演デビューを果たし、同映画の主題歌で歌手デビュー。当初はアイドルとしてのスタートでした。しかし1988年に自ら作詞したザストレスや南沙織の楽曲のリメイク17歳などのヒットで歌手活動に専念。ライブでコスプレをする女性アーティストの先駆者でもあります。1992年の私がおばさんになってもが話題を呼び、森高の歌手としての人気を不動のものとしました。フライデーは1988年、アーティストとして注目を浴びるようになった森高に注目。2万円の生握手会で見せた美脚姿や自動車教習所でのド緊張顔、夫である江口洋介との熱愛、秘蔵写真でずっとおばさんにならない森高の姿をご覧いただきたい。森高の2万円生握手会が開かれたのは2014年2月のことだった。会場となった東京郊外のとあるビルには中高年の男性たちが次々と入っていく。イベントに参加できるのは彼女のデビュー25周年記念ボックスの購入者のみ。サイン会自体がデビュー以来初とあって熱狂的なファンが殺到しました。もちろんマスコミは完全シャットアウトで、
ファンと森高だけの秘密の会といった雰囲気でした。会に参加したという40代の男性は別室で待機させられ、一人ずつ部屋に呼ばれると机の前に座った森高がにっこり笑ってくれるんです。時間は一人だいたい1分くらいかな。 AKB48 の握手会だって一人15秒くらいだから特大サービスですよと大満足。約8時間にわたって行われたサイン会は2日間で800人も集まったという。当時44歳の森高がサイン会前日に本誌に見せたその姿は20代の頃と全く変わらなかった。1999年に江口と結婚し、2人の子供もすでに成人に達している。それでもおばさんにならない森高のこれからの活躍に期待したい。森高千里と江口洋介、共に芸能界の第一線で活躍する2人が結婚したのは1999年のことです。出会いは4年前の1995年で、森高千里のラジオ番組千里の道も一歩からに江口洋介がゲスト出演したことが出会いのきっかけでした。その後森高千里に好意を抱くようになった江口洋介が、1995年の阪神淡路大震災チャリティーイベントに森高千里が出演すると聞きつけ、即答で参加を決意。同チャリティーコンサートでバンドを組み、森高千里がドラム、江口洋介がギターを担当したことで距離を縮め、交際に至ったというのが慣れ始めです。1995年に交際を始めた森高千里と江口洋介は、翌年の1996年に写真週刊誌により熱愛がスクープされました。週刊誌には江口洋介が森高千里の自宅マンションに通う姿がキャッチされ、人気芸能人同士の熱愛発覚が大きな話題になりました。熱愛報道を受けて江口洋介が緊急会見を開き、堂々と交際中であることを宣言。1998年にはスノーボード中に骨折した江口洋介を森高千里が献身的にサポートし、その頃から同棲を始めたといいます。その後4年間の交際を経て愛を育んだ2人は1999年6月3日に結婚したことを発表。同時に森高千里が妊娠していることも報告されました。結婚を前提に交際していた森高千里と江口洋介は、妊娠発覚の前にすでに双方の両親に結婚の挨拶を済ませ、あとは入籍というところまで来ていました。そんな折、森高千里が体調を崩して病院に搬送されたところ、急性腸炎の診断が下ったと同時に妊娠2週目であることが発覚。妊娠が分かったことで、本来は夏頃に計画していた入籍が予定よりも前倒しになり、噂が広まる前に自分たちの口から報告するため、マスコミに結婚報告のファックスを送信したといいます。結婚後、森高千里は妊娠出産もあり、芸能活動をセーブして家庭に入る形となりました。森高千里と江口洋介の結婚会見の様子は、理想の夫婦を体現するような幸せそうな写真が印象的です。交際開始から4年を経て結婚し、同時に森高千里の妊娠も報告された結婚会見では、プロポーズの言葉についても聞かれました。江口洋介はプロポーズについてかっこよく決めようと思いましたが、意外と決めようと思っても決められないものでダサダサでしたと答えています。森高千里もプロポーズの言葉についてはっきりとはないと答えており、2人の間にはっきりとしたプロポーズの言葉はなかったことが明かされました。前述した通り、2人が結婚を決めたのも急性腸炎で、病院に搬送された森高千里に妊娠が発覚し、入籍の予定を前倒しする形で結婚に至ったため、プロポーズというプロポーズをする時間はなかったのかもしれませんね。森高千里は結婚会見で、尊敬しています、この人と一緒ならすごく楽しいだろうと思いましたと江口洋介への愛情を語っています。歌手の森高千里が21日、自身のインスタグラムを更新。太もも美脚、あらわなミニスカ美脚ショットを公開した。現在今度はモアベターよ。ツアーで各地を巡っている。
森高は大阪枚方市総合文化芸術センター関西医大大ホール終了しましたと報告。会館も新しくて音響も良くて気持ちよく歌えました。地元枚方から来てくださった方も多かったですね。今日は大阪パワーを感じましたと振り返り、ミニスカ美脚あらわなステージ上での写真や大阪を満喫するオフショットなどを披露した。この投稿に55歳とは思えない可愛さ、生えてます全部可愛い、いつまでもおばさんになれない人発見。ステージ衣装もすごく可愛いし、私服の千里ちゃんも本当に可愛い、いつも素敵な笑顔とステージ本当にありがとうなどの声が寄せられている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。